はい、こんにちは。マイチャンネル前原です。マクドナルドのハッピーセットにですね、2014年3月21日からドラえもんのおもちゃがついてくるようになりました。今日ですね、ハッピーセット2つ買ってきたんですけれども、それがですね、なかなかいい出来なので、ちょっとね、紹介してみたいと思います。はい、じゃあまずラインナップはこちらでございますね。どこでもドリンクボトル、池、スタンプタケコプター、ドラえもんとペコのくるくるシール、探検ジャングルスコープ、ワクワク観察キーホルダー、ドラえもんのマジックキャッチャー。以上のですね、6種類がラインナップされているんですけれども、最初の3つがですね、21日からで、あとの3つがですね、28日からの提供だと思いますね。で、なくなり次第終了みたいです。で、今回ですね、もらってきたのは、このどこでもドリンクボトルと、池スタンプタケコプターの2つですね。うん、これがね、なかなかでかくてね、びっくりしちゃった。よくできてるよね。帽子もなかなか、そうそうそう。これ映画ドラえもんの、のび太の大魔境のね、このちゃんとドラえもんがかぶってた帽子だよね。うん。それちゃんとかぶってんのがいいよね。そう。で、これね、この部分が蓋になっておりまして、ここにですね、ここから飲み物を入れられると。でね、今お茶が入っておりますね。うん、飲んでみる。うん、こぼさないよね。うまい？うん、はい、よかったよかった。はい、でドラえもんは、こんな後ろはこんな感じになっておりますね。これ思ったよりも大きくてね、よくできてるよね。はい、そしてこちらがですね、池スタンプタケコプターです。下がですね、雲みたいになってて、ドラえもんはですね、こんな感じで飛んでるみたいになっておりますね。で、ここのね、雲を外すとですね、裏側にここにですね、スタンプがあると。このスタンプちょっとやってみようか。こう外して、このローラーがですね、回ると上のタケコプターも回るんだよね。これよくできてるね。じゃあまず行ってみます。いくよ。ドリアー、ついた？ついてねえじゃん。リングがつかないんだよ。あ、そうなの？あ、これついたね。ドラえもんとペコなんだ。ドラえもんとペコなんだ。ドラえもんとペコがずっとついてんだね。うん、あ、同じ表情だね。うん、でもペコかわいいね。ペコかわいいね、やっぱね。うん、これはね、なかなか作りがいいんでね、うん、できれば全部集めたいよね。うん、うん、だってさ、1から6だよ。そう、6個あるからね。うん、はい、ということで今回はマクドナルドのハッピーセットにドラえもんのおもちゃがついてくるというお話でした。